こんにちは、堀田大輝です。今回は SNS で大人気大輝からの挑戦状です。前回は初級編でしたが、今回は中級編です。みんな頑張ってください。それではね、バーン。ナンバーワン、フロントゆかたち。股関節をしっかり折って視線は前、体の真ん中にボールを落とすように意識しよう。ゴリラのようにうほ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 う。ナンバーツー、レッグジョルト。ターンタターン、レッグするときに細かく2回指先でタップするよ。レッグの足は斜めチョキ。ワンドリブルは強くついて溜めてから2タップ。ナンバーツー、ポケットドリブル。ポケット、腰の横にボールを溜めることができると、パス、シュート、ドライブ、すべての動作に素早く移ることができるよ。手のひらが上を向かないように注意しよう。ナンバーフォー、ポケットドロップ。かけっこの時の用意と同じ役割なのがこのドロップ。棒立ちより用意から走る方が早いよね。ドロップをマスターして素早くディフェンスを抜き去ろう。ナンバーファイブ、片手八の字。ボールを持っていない方の足を通す時はしっかり上半身をねじるよ。左右どちらから通しても真ん中に落とせるように意識してね。ナンバーシックス、ぐるんぐるん。これは自分の視野の外にあるボールをコントロールする練習だよ。レッグスルーやバックチェンジのように視野の外にボールがあっても素早いドライブにつなげられるよ。ナンバーセブン、アーチハーフターン。ディフェンスにボールを捉えそうになった時、ハーフターンで逃げる練習だよ。ここを強く突かないとハーフターンで戻ってこられないので、しっかり強く突こう。ナンバー8、アーチレッグ。ワン、ツー、引いてレッグ。このツーをしっかり強くついて、ポケットドリブルの要領で後ろに引き込むよ。ナンバー9、バックかけるにパンチ。パンチ、このパンチストップは絶対に覚えてください。バスケットで本当に上手な選手はスピードもストップもできる選手だよ。頑張れ。ナンバー10、インバートレッグ。 NBA のジェームズ・ハーデン選手がめちゃめちゃ使うスキルです。ディフェンスのスペースを作るためにはもってこいのスキルだ。ほい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 。ナンバー11、アンダーレッグ。これもストップスキルの一種です。前に出した足の股関節をしっかり折って急ブレーキをかけよう。ストップできるイコールスペースを作れる選手だ。ナンバー12、ジョルトレッグ片手。ジョルトドリブルで8の字を描くよ。片手8の字と同じように上半身をねじりながらコントロールしよう。反対の手もやってみてね。ナンバー13、レッグ後ろ片手。これはなあ、ポイントも何もないわ。ただ練習するだけや。ハンドリングはコントロールが上手になって全てのプレーにつながるで。これお疲れ様でした。今回は中級編でちょっと難しかったですよね。で、このチャレンジした動画をどうにかして SNS を使って、カミカミですみません、どうにか僕の元に送ってください。 OK、 はい。ということで、チャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。またねー。